次の日の朝6時に目を覚ました。2階のレストランで朝飯を食いながら同じテーブルに座ったアメリカ人旅行者と少しおしゃべりをした。それは灰色の目をした見事な体格の青年で、サンフランシスコの大学生だという。フットボールの選手かねと尋ねたら、環境衛生を専攻していると答えた。レーニン病は見たかと聞くので、あまり興味がないのだと私が言うと、彼はヒューッと口笛を吹いて体を乗り出した。あれは絶対に見るべきだよ。とにかくあそこに立ってる衛兵と来たら、何しろ10分間というもの瞬き一つしないんだぜ。俺はたまげたよ。正確に10分間だぜ。本当かね。本当だと思う。俺は医学の本で読んだんだ。通常人間は1分間に平均12、3回瞬きをするはずなんだよ。食後のワルシャワ風コーヒーを飲み終えて散歩に出かけた。気持ちのいい天気だった。ボリショイ劇場の前まで歩くと、肌がじっとりと汗ばんでくる。マルクスの石像をぼんやり眺めているとき、妙な少年がこちらをじっと伺っているのに気づいた。青いジーパンに派手なチェックのシャツ、リーゼント風に撫でつけた髪と、かかとの高めの靴がひどく目立っている。一面にそばかすだらけの顔にはまだ幼い表情が残っていた。多分17か8ぐらいの年齢だろう。私が彼を見つめると、ちょっと躊躇した挙句思い切ったように近づいてきた。日本人の旅行者ですね、と下手な英語で少年は喋りかけた。少しお話があるんですが。カメラは持ってない。時計もこれ一つきりだ。ドルは売らないよ。俺も意地の悪い男だと思いながら、私は少年に言った。君の言う話というのは、多分個人的な貿易事業のことだろう。え？僕は闇ドル買いじゃない。そばかすだらけの顔にさっと血の色がさした。僕はただただ何かね、つまりシャツとかスウェーターとかバッグとか、僕はそんなものが欲しいだけなんだ。少年は声こそ低かったが、大層な剣幕で私に食ってかかった。だがロシア人がそんなものに不自由してるなんて思うなよ。グムに行きゃ何だって買えるんだ。そうだと思う。じゃあなぜ外国人のものを欲しがる。俺たちは自分の好みに合ったデザインが欲しいのさ。そのなんというか、わかったよと私は彼をなだめるようにうなずいてやった。子供をからかうのは良くないことだと反省したのだった。君の考えてることは分かった。どうかね、その辺のベンチで少し話そうじゃないか。少年は首を振ってウィンクをしてみせた。ダメだ、俺をつけてる犬があそこにいるんだよ。目立っちゃまずい。後で他の場所でもう一度会おうじゃないか。8時過ぎならいいと私は言った。オッケー。じゃあ今夜8時に。場所はプーシキン広場の銅像の前だ。ゴーリキー通りを行けばすぐわかるよ。俺の名前はミーシャだ。少年はポケットに手を突っ込んで跳ねるようにスキップしながら人混みの中へ消えてしまった。おかしな少年だと私は思った。私が歩き出そうとすると、今度は別な人物が私の前に現れた。灰色のシャツに紺の背広を着た二十歳ほどの青年だった。彼は英語で私に話しかけた。失礼ですが、外国の旅行者の方ですね。何かご用ですか？と私は相手を観察しながら答えた。青年は文法通りの英語をしゃべろうと固くなっているようだった。厚い本を裸のまま抱えている。ズボンの膝のあたりは光っていて、靴もかなり傷んだのを大事に使っているらしかった。全体に粗末ななりだが、どこか折り目正しい雰囲気を身につけている若者だった。彼は聡明そうな色白の額に乱れた金髪がかかるのを指でかき上げながら喋り出した。さっきの少年は何か失礼なことを申し上げなかったでしょうか、あなたに。いえ、別に。でもなぜです？
僕らはああいった連中をソビエト社会の恥だと思っています。労働や勉強から逃げ出して外国人に闇商売を持ちかけては問題を起こす連中です。それにあんな格好で、あんな格好ってジーパンのこと？西欧やアメリカの悪い影響を受けてるんです。そう思いませんか？どうかな、僕もあの年頃にはあんな風でしたよ。いや、もっとひどかったかな。青年は驚いたように私を眺め、そして学校の教師が生徒に教えるような口調で言った。とにかくあの少年には近づかないでください。その方があなたのためにもいいのです。ありがとう。だが自分のことは自分で決めるよ、と私は言った。ほら、あのポスターにも書いてあるじゃないか、ベトナムのことはベトナム人に任せろって。青年は急に元気がなくなってうつむいた。それからそのまま立ち去りかけて再び戻ってきた。僕がお願いするのは実は彼自身のためなんです、小さな声で彼は続けた。あの少年はすでに2回も地区の未成年問題委員会の処分を受けています。今度摘発されたら間違いなくトルーダバやカローニアへ送られるでしょう。お分かりですか、このロシア語が。ラーゲリのことか、と私は聞いた。そうじゃありません。非行少年たちを労働によって更生させる機関です。なるほど、と私はうなずいた。つまりネリカンのことか。私も一度その門口まで行きかけた時代があったのだ。一体あなたはどういう立場の方なんです、と私は尋ねた。彼は顔を上げて答えた。失礼しました、僕はモスクワ大学の学生でユーリー・ペトロービッチ・マカーロフと言います。もちろんコムソモールですが。そいつはすごい。ところであの少年とあなたはどんな関係がおありなんです。青年のこめかみがピクリと動いた。彼はなぜかひどく狼狽したようだった。あのミーシャを、いや、あの少年をよく知っているものです。そらご心配でしょうな、と私は我ながら嫌味な言い方をして彼の肩を叩いた。あなたの忠告は覚えておきますよ、ユーリー・ペトロビッチ。また会いましょう。青年共産同盟員は黙ってうなずいた。私はホテルの方へゆっくり歩いていった。